アイテム番号 SCP-716JP。オブジェクトクラスセーフユークリッド。事案 716JP。1以前の収容プロトコル。特別収容プロトコル部外者による SCP-716JP の受信を防ぐため、SCP-716JP の周辺には複数のジャミング装置が設置されます。ジャミング装置には冗長性を確保し、放送周波数帯に対して、ジャミング電波を絶やさないようにしてください。メンテナンスは財団のフロント企業によって行われます。放送内容は逐次記録されることが望ましいですが、記録状態の維持が困難な場合、SCP-716JP のジャミング維持を優先してください。特別収容プロトコル SCP-716JP の収容のため、自動車道、パーキングエリア付近から、自動車道、パーキングエリア間においてバイパス道路が建設されました。SCP-716JP が受信可能である旧区間は閉鎖されます。カバーストーリー、路盤崩壊の危険による排動系を作成し、旧区間への部外者の立ち入りを禁じてください。旧区間には、両パーキングエリアからそれぞれ 1km より内側の約 13km にわたる区間に、道路に沿う形で高さ10メートル、厚さ50センチメートルの鋼鉄製の洞門状の施設を建設し、これを収容サイト、81、としています。施設内では常時専用に開発された大型アスファルト破砕機を稼働させ、発生した再編は施設に隣接する専用の処理場に保管してください。現状の速度ではおよそ7年で現在の処理場がいっぱいになるため、現在新しい処理場候補地を探しています。候補地の選定については、担当研究員に問い合わせてください。なお、理由、状況を問わず収容違反の危険が発生した場合、レベル3以上の現地財団職員には収容サイト、81、内の凍結処理が認められています。凍結処理が履行された場合、収容サイト、81、内には液体窒素及び窒素ガスが5分以内に充満されます。収容サイト、81、の職員は、緊急時の退避経路を定期的に確認するようにしてください。また、収容サイト、81、で平時の収容に携わる職員の3倍に当たる人員を、予備隊として遠隔地に待機させてください。この予備隊が招集時以外に他のオブジェクトの収容に関わることは認められません。説明 SCP-716JP は、自動車道、パーキングエリアから、パーキングエリア間の道路上空、M ほどに存在する特異空間、及び、そこから発信される未知のハイウェイラジオ、以下。これを SCP-716JP-1 と指定、と、その空間から排出されるアスファルトを主流とした道路構成素材群、以下、これを SCP-716JP-2 と指定、です。SCP-716JP は1900年の最初の発見から12年の間、発信源が不明である未知のハイウェイラジオ放送及び、放送を転送している半径数センチメートルほどの特異空間として管理されていました。しかし、事案、716JP-1 以降から現在にかけて、その特異空間と認識された場所からは SCP-716JP-2 が断続的に流れ込むようになっています。SCP-716JP-2 は毎時にして約 20L 程度が突出されており、担当研究員による調査の結果、一定の温度を保った条件下では細胞分裂に似た増殖性を有し、1時間で約 130% ほどの質量の増加が確認されています。その特異性から、SCP-716JP-2 が収容サイト外に持ち出されることは深刻な収容違反とみなされ、収容サイト内では常に複数人体制による収容違反の兆候を確認する業務が必要とされます。また、マイナス3度以下に冷却、あるいは凝固した状態で破砕した再編は増殖性を喪失することが確認されており、現在では専用の冷却機、破砕機を用いて逐次粉砕することになっています。SCP-716JP-1 の通信妨害、及び記録は継続して行われていますが、その内容には使途不明の造語や存在しない路線名などが含まれており、放送内容の体をつかむ試みは不完全です。本報告ではカタカナ及び下線を用いて記録されます。必要な場合は音声記録 716X を参照してください。放送記録 716-1。ジングルオン、JHE 日本道路電動団ハイウェイラジオ。平道、年、月、日、午後2時現在の高速道路情報をお伝えします。この時間、上り線の高速、号線、までの区間と、下り線の、IC までの区間は順調に流れています。
なお、移動祝祭週間を迎え交通巡礼による交通集中による巡退が予想されます。巡退の最後尾では、追突巡礼防止のためハザードランプで後続車に祝福を与えてください。ハイウェイラジオ、電動書よりお伝えしました。JHE 日本道路電動版ハイウェイラジオ。放送記録、716、2。ジングルオン、JHE 日本道路電動版ハイウェイラジオ。平道、年月日、午前10時現在の高速道路情報をお伝えします。方面へ走行中の道都に、道路脱線の情報です。道都の事故巡礼のため、午前8時45分より、インターから、インターまで、路面静止のため道路脱線が発生しています。この影響で、インターまで巡回しています。バイパス巡回り路の即時参色のため、現場付近の道都は巡礼車の点灯への上り工事が滞りなく済むよう、バックミラーを使用し走行中黙祷し、交通段落ちを収める義務が生じます。次に巡回の情報です。サービスエリア付近を頭に7キロほど、インターを頭に1キロほど、それぞれ巡回しています。巡回が長引く場合、高速十字路群第3中隊の定期巡回りにより、道都の間引きが行われる可能性があります。ハザードランプによる祝福を忘れないようにしてください。その他、北関東道、上路越道などの高速道路では順調に流れています。ハイウェイラジオ、電動書よりお伝えしました。JHE 日本道路電動版ハイウェイラジオ。放送記録、716、3。ジングルオン、JHE 日本道路電動版ハイウェイラジオ。こちらは JHE 日本道路電動版です。平道、年月日、午後10時現在の高速道路情報をお伝えします。この付近の高速道路では、交通の支障となる事故や巡回の情報は入っておりません。さて、において、未開の道路予定地が発見されました。道令の働きにより記べかれたこの地には、今後宣教師の派遣と舗装が速やかに行われます。ハイウェイラジオ、電動書よりお伝えしました。JHE 日本道路電動版ハイウェイラジオ。放送記録、716、4。ジングルオン、試験放送。JHE 日本道路電動版ハイウェイラジオ、試験放送。こちらは JHE 日本道路電動版です。ただいま、試験電波を発信中です。周波数、メガヘルツ。出力、ワットで送信中です。既存の宗教音楽に類似した未知の音楽、1。古都たる未開の地に、導きの使者を送ります。未知の魚名によりて未知の意志に沿うものであり、すべての道を歩く者は、データ削除済み、強いノイズと轟音により以降の音声採取は不可。この放送の直後に、事案、716JP1 が発生しました。影響の大きさを鑑み、このレポートにはセキュリティクリアランスが設定されています。事案 716JP1、要セキュリティクリアランス3。事案 716JP1、日付、年、月、日。本事案は、セーフオブジェクトとされていた SCP-716JP から、SCP-716JP2 の突出が確認された最初の事例です。放送記録、716、4の直後、突然に大量の SCP-716JP2 が流れ込み、通過中の一般車両24台が SCP-716JP2 に飲み込まれ、44名が死亡、行方不明となりました。この結果、事案発生からエージェントと機動部隊が事態を収容するまでに、道路敷地内及び周辺の山林地帯の約41ヘクタールが SCP-716JP2 に埋め尽くされました。本事案のカバーストーリー作成のため、記憶処理が213名に対して行われています。発生した SCP-716JP2 の中には、宗教的装飾が施された、車製トラック、車製のものを改造したと思われるセダン、座席に、データ削除済み、が施された観光バス等が確認され、いずれも積載用コンテナボックスに密閉された SCP-716JP2 が積まれていました。また、それとは別に放送記録と類似した内容の複数の印刷物も確認され、放送内容の意図を補完するものとして調査が進められています。SCP-716JP2 の突出量は今のところ安定しており、破砕機による無力化は継続して行われています。しかし、過去2度において、事案 716JP1 に類似した猛烈な突出量の増大と突出様式の変容を確認しており、その度に深刻な収容違反を発生させています。
事案 716JP23 を参照してください。事案 716JP2、日付、年、月、日。本事案は、冷却機、破砕機による SCP-716JP-2 の収容が開始されてから発生した、最初の収容違反です。過去、か月にわたって安定していた突出量が突如増大し、SCP-716JP-2 は収容サイト内に確保されていた処理猶予限界量を17分で超過しました。溢れ出した SCP-716JP-2 は冷却機、破砕機を破壊し、待機系を稼働させる間もなく収容サイト内を飲み込み、当時サイト内にいた職員31名が死亡、行方不明となりました。遠隔地に展開していた予備部隊が液化窒素、及びソギ岩木による緊急収容を行い、財団職員、エージェントを含む機動部隊延べ602名による再収容が6ヶ月かけて行われました。本事案を契機として、収容サイト内には緊急冷却装置が配備されています。事案 716JP3、日付、年、月、日。本事案は、緊急冷却装置の配備後に発生した、2度目の収容違反です。突出する SCP-716JP2 が、約600度程度と思われるまでに灼熱化しているのが確認されました。また突出量も平時より増大したことにより、この事態は冷却機の部分的な破壊に端を発する収容違反に発展しました。事案 716JP2 での改善から、即座に収容サイトの冷却処理が行われましたが、灼熱化した SCP-716JP2 の増殖を止めるに至らず、収容サイトの 83% が高熱により破壊されました。また、退避が遅れた職員3名が死亡し、周辺の山林地域が発火したことにより山林火災が発生し、周辺の約32ヘクタールが焼失しました。最終的に、灼熱化した SCP-716JP-2 の温度が徐々に下がっていったこと、また突出量が平時を下回るまでに落ちていったことによって、多量の液化窒素とソギ岩木による再収容が4ヶ月かけて行われました。増員が必要です。稼働人員の不足により事務職員も借り出されています。支援要請 716JP をご確認ください。エージェント、ルコ、